内山水道長野県側高校、内山水道群馬県側高校、内山水道は、群馬県神楽に下仁田町と長野県作市の県境を通る国道254号のトンネルである。1973年に完成し、1978年に開通した。従来、国道254号で群馬、長野県境を越えるには、下仁田町、 南の牧の集落を抜け、その先の山の速道を越え、内山峠の峠道を通過する必要があった。しかしこの急道は、境愛、急勾配、急カーブ、集落の中を通過するなどの問題があった上、トラックなど、大型車の通過、すれ違いが困難であったため、振動の開通が待たれていた。1970年より、振動の工事が着手された。工事は、 佐久川より進められ、1973年に内山水道が貫通、1978年に開通した。内山水道から下仁田水道手前までの区間が第三工区であり、この時点では現在の振動の全区間が開通したわけでなく、後述する下仁田水道手前までの開通だった。国道上の内山峠最高到達地点をトンネル内で迎える。 このトンネルを境に、長野県側に抜けると、緩い下り坂が現れ、群馬県側に抜ければ、急勾配の下り坂が現れる。群馬県側、長野県側とも、上り車線には、途半車線があり、急道に比べ利便性が大きく向上した。下仁田水道は、同じく国道254号上にある総延長885メートルのトンネルである。名称の通り、下仁田町にある。 内山水道が1978年に開通したものの長野県側から来たとき、現在の下仁田水道手前で市野ヶ谷の方へと下っていた。この道も境外、大型車通行困難などの問題があったため、こちらも開通が待たれていた。下仁田水道は1987年に完成した。 内山水道開通から10年以上経過した1989年8月に下仁田町南の牧から作市に至る大規模な工事の全工程を終え現在の振動が全線開通した。旧道となった区間には振動開通前には車道として使われていたものの現在では廃道となっている部分がいくつか見られる。振動開通後は交通量が増大。 特にトラックなどの大型車両の交通は、開通前と比べ物にならないほどに増し、トラック街道を溶かしている。旧道は、1978年の内山道路開通に伴い、内山峠を越える下仁田町、南の牧白井平から、佐久市内山までの区間は、国道指定から外れた。現在、同区間の一部は、県道44号として扱われている。 一の茅川沿いを通る下仁田町、南の牧中平から道小屋場までの区間は、1989年の振動開通とともに急道となったが、道路地図などでは、国道指定がされたままの状態になっていることが多い。また、道東なるから小屋場までを国道表記している地図もあるなど、表記が曖昧になっている。インターネット上の地図サービスでは、Google マップに見るように、 下仁田町、南野牧中平から、佐久市内山までの旧道区間のほぼすべてを国道として表記している。国土交通省の国土地理院のサイト内に見られる地図では、これらの区間はすべて国道ではなくなっている。しかし、書き換えブリンクにある航空写真画像情報所在検索案内システムでは、群馬県側の旧道は国道として表記されており、11月以降現在の 体制となっている。また、これと同時に、群馬県側にある、廃道区間を国道表記し始めている、旧道と化した区間が、現在も国道であるかどうかが、国の立場としても曖昧となっている。なお、内山水道開通に伴う、旧道区間のうち、長野県側に、国道標識は残されていないが、 群馬県側には県道44号との交差点に簡易標識が2008年の夏頃に設置されている。これを設置し本区間を管理している富岡土木事務所は本区間を国道254号として扱っている。したがってこれを元とした場合の旧道は市のヶ谷から県境に至るまでは国道254号であり長野県側の旧道は 作詞道であると解釈することができる。下二多水道開通に伴う、旧道区間には、数カ所国道標識が残っている。ありがとうございます。